度上がり。おお、振り袖。みんなで振り袖で初詣に行けるなんて嬉しいな。ほんと、愛が着付けをしてくれたのがなおさら嬉しいわ。はい、花夜の着付けも完成。ありがとう、ハイさん。こんなに綺麗に振り袖を着せてもらえて嬉しいな。アイちゃん、着付けができるなんて聞いてなかったぞ。そうだっけ？おばあちゃん譲りの着付け術だよ。浴衣から始めてちょっとずつ覚えたんだ。最後の着付けはズラ丸ちゃんだね。さ、おいで。ちゃんとみんなみたいに振り袖着られるのかな。アイさん、お願いします。確か帯は緩んだら大変なんだよね。マルも頑張ってお腹へこますね。ぎゅうぎゅう締めればいいってもんじゃないし、そんなに気合い入れなくて大丈夫。でも力がかかるからまっすぐ立っててね。うん。最初の一巻きをきっちり締めて。どう？あれ、あんまり苦しくないでしょ。楽しいお正月に苦しい思い出なんて残したくないもんね。あたしがたっぷりハッピーなお正月にしてあげるから、アイさんに任せて。おー、アイさんは着付けにもちゃんと愛がこもってるんだね。アイさんだけに頼もしいぞ。お、花丸ちゃんやるね。帯の端をこうやってリボンにしてっと。はい、完成だよ。できた。マルもみんなみたいに振り袖着られてる。すっごく素敵。花丸、鏡を見てみなさいよ。これ、本当にマルなの？日本のお城に住んでるお姫様みたいズラ。正真正銘のズラ丸ちゃんだよ。ほっぺつねって犬じゃないか確かめてあげようか。嬉しい。アイさん、ありがとう。アイちゃんのおかげでみんなお姫様気分だね。うんうん、町娘の愛さんがみんなを可愛いお姫様にしてあげるからね。町娘？今の愛はとても町娘には見えないけど。え？なんで？だって愛さんはとっても振り袖姿がよく似合ってるから。マルたちの中でもとびきり綺麗なお姫様ずら。な、何？そういう反応を期待してたわけじゃないんだけど。照れてるところは可愛いね。こらこら、早く初詣に行くよ。はい。今年もみんなで楽しく過ごせますように。花代ちゃん、こっちでお参りしてたんだ。うん、大黒様にもご挨拶しておこうと思って。本当だ、うちでの小槌を持った大黒様。こっちに大黒様の説明があるわよ。縁結びの神様ですって。そうなんだ。何か新しいご縁があるといいね。そうだね。でも私はみんなと出会えたご縁があるから、それだけでも幸せだな。花代ちゃん、
マルはその言葉を聞けて幸せじゃ。ねえ、この後おみくじ引きに行こうよ。一年の運試しだよ。これって私も引かないとダメなの？おみくじってあんまり興味ないんだけど。あれ？もしかしてマッキー、悪いおみくじ引くのが怖いんじゃない？そんなことあるわけないでしょ。私はいつだって上り調子。おみくじだって大吉に決まってるわ。楽しみだな。ん？じゃあ行くわよ。マキちゃん、おみくじどうだった？硬直してるずら。もしかして今日だったとか？どうだっていいでしょ。そもそもおみくじなんて興味ないし。そんなに気にすることないって。今日悪い結果が出たってことは、明日からはどんどん上り調子ってことじゃん。手上げだよ。だから気にしてないってば。ほっ、カナタさんは大吉だったの？ひひひ、今年の運勢はバッチリだよ。マキちゃんにカナタちゃんの運勢を分けてあげられたらいいんだけどな。別に興味ない。おみくじの結果が悪くても自分の力で乗り切れるわ。マキちゃん、こっち向いて。大吉パワーを半分こだよ。もも、大吉パワー。はあ？何それ、意味わかんない。今日からマキちゃんとカナタちゃんはいいことがいっぱい起きるってことだよ。ありがとう。おみくじの結果は気にしてないけど、カナタが言うと本当にいいことがありそうな気がしてきたわ。うん、これで今年もみんなハッピーだね。みんな、この後はお楽しみの時間だよ。花代ちゃん、どうしたの急に。お楽しみの時間って。みんな、私の家に遊びに来て。きっとみんなに、特に花丸ちゃんに喜んでもらえると思うんだ。まるのお楽しみ、なんだろう。お邪魔します。花代ちゃんのお部屋って寝心地良さそう。枕ふわふわ。カナタってば、まさか今から寝るんじゃないでしょうね。花代ちゃん、お楽しみの時間って言ってたけど。みんな、お待たせ。これってもしかして手作りじゃない？うん、今年のおせちはお母さんと一緒に作ったんだ。おせちって自分で作れるものなのね。すごいわ、花よ。こっちの伊達巻きに、栗きんとんに、昆布巻きに、それからお餅も。お餅？今年は自分でもち米を蒸してお餅をついてみたの。そこまで？お米好きの花代ちゃんがついたお餅、おいしいんだろうな。幸せそうな花丸ちゃんを見てるだけでこっちまで幸せになっちゃう。
おせちにも花丸の笑顔にも幸せがいっぱい詰まってるわね。花よ、すごいじゃん。将来絶対いいお嫁さんになれるよ。え、そうかな。恥ずかしいよ。私は食いしん坊なだけだし。待ちきれない。まるは早く花よちゃんのおせちを食べたいずら。あ、そうだよね。早く食べよう。みんなたくさん召し上がれ。いただきます。こんなに美味しいお餅を食べたのは初めてずら。本当、つきたてのお餅ってとろけるように柔らかくて甘いのね。お米へのこだわりがこんなに素敵なおせちになったんだね。手間暇かけた愛情たっぷりのおせちをいただけるなんて、マルはなんて幸せ者なんだろう。ずらまるちゃん、泣くほど嬉しかったの？よかったね。花丸ちゃん、なんだか悲しそうな顔になってない？悲しいずら。口に合わなかった？花丸ちゃん、無理して食べなくていいよ。悲しい、悲しすぎる。いっぱい食べたいのに、振り袖を着てたら少ししか食べられないずら。そんな理由？言われてみると、確かに帯がしっかり締めてあるし、あんまり食べる余裕ってないかも。こんなお預けってないずら。待って、帯緩めよっか。着替える？それとも頑張って詰め込む？素敵な振り袖から着替えたくないけど。まるは美味しいおせちをお腹いっぱい食べたいずら。こっちのお雑煮は丸餅で、こっちは角餅で、こっちは揚げたお餅で。お雑煮のお餅って全国でそんなに違いがあるのね。このお雑煮、お餅が甘くて美味しいな。お持ち帰りしたいくらい。お餅だけに。おお、愛ちゃん絶好調。こっちはぜんざいね。お雑煮がぜんざいの地域もあるなんて知らなかった。いろんな地域のお雑煮まで再現しちゃうなんて、さすが花よちゃん。レシピを見ながら作ってみたんだ。本当は全国に食べに行けたら一番いいんだけど。いつか行きましょうよ、みんなで。かなたちゃん興味津々。同じ料理なのに場所によって違うなんてすごいよね。こっちのお餅はお雑煮に入れるの？ううん、そっちはお雑煮の後にもうちょっとお餅を追加で食べたいなって思った時用だよ。いろんな味があった方が楽しめるかなと思って、きな粉と大根おろしとお醤油とお砂糖とお味噌とバターと。トッピングがあるのね。お餅ビュッフェって感じかしら。お雑煮の後にもお餅を食べるなんて、花代の発想には驚くわ。はあ、ありがたいすら。
今日の花代ちゃんはまるで豊穣の女神様に見えるずら。やっぱ着替えて正解だったね。これでお餅もおせちもお腹いっぱい食べられるじゃん。でもたくさん食べるとまたお腹がぷくってしてきちゃうんだ。心配しなくて大丈夫だよ。またすぐ部活が始まるし。そうかな。じゃあマルもお餅ビュッフェして大丈夫だよね。いただきます。あれ、かなたさんは食べないの？食べるよ。食べるけど着物を脱いじゃうとお正月感が減っちゃうのはちょっと寂しいなって考えてたんだ。そうだったの？そんな落ち込まなくていいって。いつだって私が着付けしてあげるから。そうだ、いいこと思いついた。花丸ちゃん、ちょっと耳貸してね。こそこそ。ふうふう、なるほど、その手があったずら。二人で何を相談してるの？みんな聞いて、リコちゃんにいい案があるずら。あのね、みんなで裏の星流の初詣をやってみない？裏の星流？どこかおすすめの神社があるとか？それは向こうに行ってからのお楽しみ。振袖を着ていなくてもとびっきりの初詣ができるの。今度みんなで内浦に来てほしいな。寒い。冬の海はさすがに冷えるね。うん、かなたちゃんもお目目ぱっちりになってきたよ。みんな、内浦へようこそ。裏の星流初詣、楽しんでくれたら嬉しいずら。楽しみだな。ね、おきちゃん。そうね。でも、練習着でどこに行くのかしら。この辺で大きな神社っていうと…うんうん、違うの。初詣はもう始まってるのよ。え？どういうこと？だって、お寺も神社も見えてないじゃん。ふふふ、それでは、裏の星流初詣の始まりぞ。お正月はゆっくりできると思ってたんだけど。お正月からこの階段を登るのは結構ハードかもね。お正月だからこそ登るんだよ。初詣できなくなっちゃうずら。そっか、裏の星流の初詣って大変なんだね。かなたちゃん、そろそろパターン級かも。かなたさん、自分のペースでいいからゆっくり行こう。リコちゃん、あとは頼んだ。でも私はこういうの好き。本当？アイさんは大変じゃないの？全然。お正月って体がなまっちゃうから、こうして体動かすの気持ちいいよ。はぁ、はぁ、きついけど大きく深呼吸すると気持ちいいんだよ。
空気が澄み切ってて美味しく感じる。よかった。毎年お正月はおことに入ってゆるゆる過ごしてるだけだったからすごく新鮮だな。もうすぐ頂上が見えてきそうね。上まで行ったら今度は下りね。三往復だから。せっかく頂上まで登ってきたのにまた下っちゃうの？裏の星流初詣恐るべし。いいじゃん、愛さんなんか燃えてきたよ。感じに上り下りできるようになったね。お正月からハードすぎるかと思ったけど、こういう練習もありね。うん、こんなに何往復もするとは思ってなかったけど、みんなでトレーニングをするのってやっぱり楽しい。ねえねえ、リコとズラマルちゃんはもう裏の星流初詣をやったの？うん、年末にカナちゃんが考えてくれたんだけど、年が明けてすぐアクアのみんなでここに来たの。カナちゃんはいつも通り頑張ってる姿を神様に見てもらってから初詣したいって提案してくれたんだよね。頑張ってる姿を神様に見てもらう。そういう考え方もあるんだね。さすがかなちゃん。私たちは体力がある方じゃないからちょっと大変だったけどね。だからこそちゃんとできた時は嬉しかったずら。そうだったんだ。裏の星流初詣で私も最後まで頑張る。うん、あとあの階段を登ったらゴールだよ。頑張ろう。オッケー、気合い入れていくよ。あと少し、あと少しで頂上に行けるんだ。着いた。みんなお疲れ様。最後はお参りだよ。姿勢を正してこうやって神様に今年の抱負を聞いてもらうずら。今年はもっと体力をつけて元気いっぱいのパフォーマンスをするずら。みんなにぴったりの今までで一番いい曲を作りたい。おお、いいねいいね。私たち今年はもっと手上げていくから、神様も楽しみにしてて。何それ、面白いわね。じゃあ私も今年も勉強とスクールアイドルをパーフェクトにこなしてみせるわ。ここで神様に誓っとく。今年はお布団がもっとふかふかになりますように。あ、でももっとたくさんの人にかなたちゃんのことを知ってもらいたいから、今年のかなたちゃんはスクールアイドルをもっと頑張る。次は花代ちゃん。あれ、花代ちゃんどうしたの？私初詣って言ったらただ神様にお願いすることしか考えてなくって、お正月に美味しいものを食べてゆっくりして、それで神様にお願い事だけは叶えてもらうなんてよくなかったなって考えてた。だから私東京に戻ってやり直さなくちゃ。やり直すって花代ちゃんもしかして。
なよちゃんゴール。さっきよりタイム上がってるよ。ありがとう。もう入服してくるね。そんなに？すごい練習量になったんじゃない？スクールアイドルにかける思いを少しでも神様に届けられたらいいなって思って。その意気込みこそ裏の星流初詣ずら。トレーニングが終わったら着替えに戻る？もしみんなが嫌じゃなかったらこの後はダンスの練習もしない？みんなでこのままステージに上がれちゃうくらい頑張ってみたい。いいじゃん。私もなんだか燃えてきた。うんうん、かなたちゃんも頑張っちゃうぞ。はなよちゃん頼もしいぞ。それでは改めまして、今年もよろしくお願いします。ようやく初詣のゴールにたどり着けたずら。お参りして練習して、お参りして練習して、お参りして大変な初詣だったね。みんなを振り回しちゃってごめんなさい。全然。花代が初詣をやり直そうって言ってくれてよかったわ。そう言ってもらえると嬉しいな。かなたちゃんたちのこと神様にも見てもらえたんじゃないかな。あれ、リコちゃんすっごく嬉しそうずら。わかる？内浦と秋葉と両方で初詣に来られたのが嬉しくって。そっか、リコにとっては両方が地元みたいなものよね。うん、私にとってはどっちも親しんできた大切な場所だから。花代ちゃんのおかげで両方でしっかりお参りができたよ。うんうん、こちらこそ。リコさんと花丸ちゃんに裏の星流の初詣を教えてもらったから、みんなでいいお正月を過ごせたずら。花代ちゃん、もう迷わずにお願いできそう？うん、私スクールアイドルが大好きで、見るのも自分たちが練習をするのもステージに立つのもすごく大切なんです。今年も大好きなスクールアイドルに全力を尽くしていっぱい頑張ります。だから今年も私たちのことをどうか見守っていてください。よろしくお願いします。